八千代座八千代座熊本市八千代座の市八千台座は、熊本県山賀市にある芝居小屋。1910年に建設され、1988年に国の重要文化財に指定された。その後復元修理が行われ、2001年に竣工した。1910年、山賀の旦那州が組合を作り、町の繁栄を図るために一株30円の株を募って建てた。 設計者は、海鮮問屋の主人で、灯籠師でもあった、木村亀太郎。当時の山川、菊池川の水運、武前街道を利用した水陸交通の要所で、物資の集散地、屈指の温泉場としてにぎわっていた。同年10月上等式、12月春行。その後、歌舞伎、何話説、活動写真、進撃、邦楽やクラシックのコンサート、 小学校の学芸会と様々な催し物に利用された。昭和になると第二次世界大戦を経て人々の思考の変化、映画からテレビと娯楽の変遷があり1973年の老人会の総会を最後に八千代座は閉館、1980年八千代座組合は建物を山賀市に寄贈した。その後雨漏りにより屋根が裂けるなど、 建物の老朽化が進んだ。1986年八千代座復興規制会が発足して特に高齢者を主に募金活動などが行われた。1989年から一般公開が始まり、1996年平成の大修理が始まり、平成13年5月竣工式が行われた。昭和63年12月19日文部省告示。 第127号おむすびをかか、2011、八千代座これまでの100年おむすび、2011、30から311と書き及び、八千代座これまでの100年による八千代座、大解剖パンフレット2014年、新指定の文化財、月間文化財304号、第1放棄、1989、ピアニッシモ、2、36、 37八千代座ホームページ長石し2001-88ありがとうございます。